熊谷二郎4月8日から1943年は日本の男性元プロボクサー。青森県出身。日本ボクシング早々期の競合。中津軽郡西目谷村の生まれ。日本剣道クラブに入門。1926年に開催された第一回全日本アマチュア剣道選手権大会で優勝するなどし、頭角を表す。1930年2月。 アメリカ遠征中のプロデビュー戦は4回判定負けであり、このデビュー戦の相手は後に世界チャンピオンとなり、鉄人ヘンリー・アームストロングと激闘を展開することになるバーニー・ロスだった。帰国後は連戦連勝、平川末尾、ボビー・ウィルス、上村龍郎、佐藤東洋ら幾多の強豪たちを次々と下して人気者となった。ことに熊の名を高めたのは、 ボビー・ウィルスとの最初の試合で、1931年1月27日に、日比谷公会堂で行われたこの試合では、日本人選手として初めて、ボビーを 8R1 分30秒 TKO に下した。前年に行われたボビーとの試合で、小林忍が死亡して以来、誰もがそのパンチを恐れて、対戦を避ける中、熊谷が名乗りを上げて、初の勝利者となり、 検討の神様と称えられたが、修正タイトルには無縁であった。ボビーとは、この後、同年9月にかけて4試合を行い、結果は 6R 中止、3R 反則負け、3RKO 勝利、10R 判定勝利となった。1934年2月14日に行われた6戦目にも、判定勝利を収め、その都度、満員の監修から大歓声を送られた。 新聞配達や人力社夫の職歴が培った脚力とスタミナでゴムマリ戦法と呼ばれる華麗なフットワークを心情とした。引退後は満州に渡ったが1943年発信地スのため死亡。通算88戦をこなしたがプロとしてのキャリアはわずか5年間に過ぎない。ありがとうございます。